はい、手巻きタバコ喫煙動画。今回は、プエブロのナチュラルです。30g 入り。で、値段が720円。ヨーロッパで人気ナンバーワンのナチュラルシャグとなってます。付属の巻き紙はプエブロの、これ初めて見たの。巻き紙。はい。まあ、ナチュラル系は、ね、秋が来ないんで、着光系は本当に秋が来るんで、あんまり好きじゃないんだけど。細かい。若干加湿がされてるけど、ああ、でも結構乾燥してる。そこそこ乾燥してる感じですね。そこそこ。刻みが細かい。うん。ピュアのスリムフィルターと、チェのレーベルの、巻き紙。これで吸っていきます。うん、やっぱ若干乾燥してる。やっぱナチュラル系はやっぱりあのカビが生えやすいんで、あの乾燥して入ってますね。はい、じゃあ吸っていきましょう。あ、酸味がちょっとありますね。酸味がちょっと強い。原産国がドイツ。ヨーロッパナンバーワンの無添加手巻きタバコ。無添加無香料で、タバコは本来の味が楽しめます。ちょっと酸味はありますけど、まあそんなに気になるほどでもないかな。まあ乾燥してるんでちょっと辛いですね。美味しい。問題ない。うん。美味しいですね。特に。うん。特には、先ほど吸ったアパッチのオリジナルに比べると、ナチュラルか。ちょっと酸味がありますね。まあそこがちょっと特徴でしょうか。まあ、やっぱ今回の10月
今年の10月からやっぱ値段があらかた上がってるようですね。このプエブロの ナチュラルも、40円上がって720円となってるみたいです。本当に何でもかんでも上がるしよ。食品とかタバコとかね、何でもかんでも値上がりしてるくせに、給料は値上がりしないっていうね。一体ね、日本で住んでる人はね、本当に辛いです。まあ何のせいなんでしょうかね。わかりませんけど。魚とかね、中国人が刺身を食べるようになってね、刺身ブームみたいのが来てて、それで魚とかの値段も上がってるみたいですね。結局今まで刺身って基本的に日本しか食べなかったんですよ。だけど中国が刺身のね、美味しさに気づいたのか。まあ、刺身とか寿司とかね。それのブームになってるから、ほら、結局ね、それで値段が上がっちゃったっていう。まあ、需要と供給のバランスが、中国はほら人数っていうか、ね、中国人多いですから。人口が多いからね。うん。魚とかね。マグロとか。シーチキンとか。の値段が高騰してるっていうね。うん。うん。これもまあ普通に美味しい。飽きのこない。タバコでしょ。これ四つ星。ご視聴ありがとうございました。